どうも平山茂です。1軒目の配送からマンションの3階に荷物を配送してたんですが、3階の5部屋に250キロ分ぐらいの荷物を階段で1軒目から行ってきました。それがどうした？大したことないよ。大したことある。きつい。1軒目でこんな体力のない私が、ですよ。すいません、弱音を吐いております。以上、現場からレポートでした。どうでしたか？月曜日はいい月曜日だったんじゃないでしょうか。お仕事を頑張った方もいらっしゃれば、もう思い切ってね、今日はもう休みだって言って休んで家でゆっくりできたっていう方もね、いらっしゃると思います。さあ、月曜日を乗り切った皆さん、もう楽勝ですね。明日、明後日と、もう大丈夫。もう大丈夫ですよ。桜も咲いてまいりました。花見が楽しみですね。大丈夫だ。君は大丈夫だ。心配はいらない。大丈夫だ。